クイックタイムはかつて Apple が開発していたマルチメディア技術である。音楽、動画、画像、テキストデータなどを取り扱うことができる。なお、MacOS 10V10.6 に搭載されているクイックタイム X は iOS のマルチメディア技術をベースに作られたもので、従来のクイックタイムとは基本的に別物のシステムである。詳細はクイックタイム X を参照。 後継技術はアベフーンデーションである。クイックタイムを講義の意味で使うとマルチメディアの技術に加えてメディアプレイヤーはクイックタイムプレイヤー、メディアデータの編集、変換、保存が行えるソフトウェアはクイックタイムプレイヤープロも含まれる。なお、クイックタイムプレイヤーは無料で利用できるがクイックタイムプロにアップグレードする場合は有料となる。なお、 クイックタイム本体は通常版、プロとも全く同等のモジュールベースであるため、自らプログラミングを行えば、プロ相当の機能が使えるほか、MacOS であれば、Apple Script からも制限なく、機能を利用できる。iLife でも利用されている。ただし、無料配布であってもライセンス量が発生する特許技術に関しては、プロからでないと利用できない。競技の意味では、 冒頭で示した通り、技術そのものを指す。クイックタイム自体はライブラリーであり、Apple のソフトウェアである iTunes やフィナーレカット、プロといったマルチメディア系アプリケーションの動作の中核を担っている。その他、デジタルカメラやデジタルビデオカメラは、写真や動画の撮影や再生にクイックタイムを使用しているものも多い。クイックタイムのファイルは、 トラックと呼ばれるレイヤー構造により、動画、音声のみならず、テキストトラック、チャプタートラックなどを含むことができるが、この構造は、MPEG-4 のファイルフォーマットである MP4 や JPEG-2000 のファイルフォーマットである JP2 などに採用され、そのベースとなっている。1991年12月2日、マッキントッシュを中心とした展示会であるマクワールドエキスポで、 当時のアップルの CEO ジョンスカリーの基調講演で発表される。同時に QuickTime デックを採用したアプリケーションとして Adobe Premiere も発表された。1998年リリースの QuickTime 3ではストリーミング再生の機能を加え、1999年に登場した QuickTime 4からは MP3 フォーマットに対応したほか QuickTime 4 Java が加わり、 Java アプリケーションからクイックタイムの機能を使えるようになった。2000年にリリースされたクイックタイム5ではマクロメディアフラッシュのサポートを加えた。2002年にリリースされたクイックタイム6以降クイックタイムを元とした国際標準の採用によりよりオープンな企画へと方針を変更している。クイックタイム6では MPEG-4 が採用されクイックタイム7では H264 が新たに採用されており、圧縮効率でも標準化の側面でも大幅な進化を遂げている。また、クイックタイム6.3では 3GPP、クイックタイム6.5では 3GPP2 に対応しており、かつての第三世代携帯電話向けコンテンツの標準ツールの一つであった。MacOS 10V10.2 への対応は、クイックタイム6.5、 3まで、MacOS 10 V10.3 への対応は、クイックタイム7.5まで、MacOS 10 V10.4 への対応は、クイックタイム7.6、6までである。2016年4月、クイックタイム Windows 版のセキュリティアップデート提供が終了したことが明らかになった。2016年4月16日、米国コンピュータ緊急事態対策チームは、Apple による、 クイックタイム Windows 版のセキュリティアップデート提供終了に伴うワンインストール推奨情報を発表した。2016年4月20日アップルはクイックタイム74を Windows のサポート終了を告知した。なお、Windows95 への対応はクイックタイム5.05まで Windows98 及び名の対応は クイックタイム6.5にまで、Windows NT 4.0への対応は、クイックタイム6.1まで、Windows 2000への対応は、クイックタイム7.16までである。2015年、Windows XP に対しては、クイックタイム7.76をもって、対応終了となった。MacOS では、クラシック MacOS から移植、整理された API、カーボンで構築。 提供されている。Windows へのクイックタイムの移植は、幾重ものバージョンアップに伴い混沌としていた、クイックタイムライブラリーの API が整理されたことで、簡潔になり、移植に大きく貢献した。クイックタイムは、旧 MacOS 系の技術であり、オパンステップの API の流れを組むココアでの、オブジェクト指向プログラミングとの親和性が、課題になっていたが、 MacOS でのプログラミングの幅を広げるため、クイックタイム7より、Cocoa ココでクイックタイムライブラリーを参照するためのクイックタイム、キットが提供されるようになった。これによりソフトウェア開発者は一行のコードも書くことなく、強力な Cocoa ココ API でクイックタイムを利用できる。クトキット導入後は、カーボンアプリケーションを含めて、クトキットを利用することが推奨されていた。 Mac OS X V10.6 で導入されたクイックタイム X はココアベースで作られたものでクイックタイムとは異なる技術であるがクトキットを使っている限りクイックタイム X とクイックタイム双方に同じ API でアクセスできプログラマーは両者の違いを意識する必要はない特筆すべき点はトラックによるファイル構造の柔軟性でありムーブメントファイルといえど ビデオトラックのみを含むもの、音声トラックのみを含むものといったものが作成可能な点である。例えば、既存のムーブメントファイルにヒントトラックを追加するだけでストリーミング配信が可能になる。トラックは認識さえできれば、JPEG でも DBEX、WMA、H264 が含まれていても同じコンテナ上で再生できる。また、どんなコンテナであっても認識さえできれば、 同じコーデックで再生できる。クイックタイムにおいて、ムービーの様々なトラックは、画像におけるレイヤーと同じように利用できる。Mac にクイックタイムプレイヤー7をインストールする、ハット AB、J 文太92371676、クイックタイム 4Windows に、複数のヒープバッファーオーバーフローの脆弱性。2016年4月15日閲覧。AB、Apple、 クイックタイム4、Windows のサポートを終了。アイ,インストールを推奨。インターネットウォッチ。2016年4月15日。閲覧。AB、Apple Ends Support for QuickTime イム 4Windows New ニューベルナ l a t i s Amunst。2016年4月19日。閲覧。AB、QuickTime 7や、QuickTime 7 Pro についてわからないことがある場合。 アップル、2016年5月14日閲覧。アディショナルインフォメーション。アップルでは、クイックタイム74、Windows のサポートを終了いたしました。中原浩二、梶浦正樹著、マッキントッシュライさん、株式会社カットシステム、1997年6月1日、135ページ。ISBN4 から90万6391から45から1。 テクニカルノート TN2300 トランジショニングクトキットコード 2AV ファンデーションデベロッパー .apple.com 2020年1月22日閲覧クイックタイム6.534 Mac OS 10, 10 2 8クイックタイム7.54パンサーハットクイックタイム7.64タイガーハットアップルクイックタイム4 Windows のサポート終了を正式に告知していたことが判明。インターネットウォッチ、http コロンスラッシュスラッシュインターネットドット .watch.impress.co.jp watch. スラッシュ docs スラッシュニューススラッシュ 201604287155761HTML 2016年5月4日閲覧。クイックタイム7 1 6 4 w i n d o w 2011年3月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年4月19日閲覧。Apple 製のデバイスで配布、ヘベックメディアを扱う。Apple サポート、https スラッシュスラッシュサポート .apple.com スラッシュ ja-jp スラッシュ ht207022018 年4月1日閲覧。ありがとうございます。